ABC800 シリーズは ABC80、ホームコンピュータのオフィス向けコンピュータ版である。ABC800 は拡張されたベーシックインタプリタ、多少高速化された CPU と 32KB の RAM がすでに標準であった。ZyLog Z80 のクロック数は 3.58MHz で、NTSC 方式のカラーサブキャリアディスレイを使用した。ディスプレイは、 高解像度にも対応できた。ルクソール ABC800 には小型の黄色系交代モノクロディスプレイ付けのオフィス向けモデル。写真では2機の5.25インチフロッピーディスク装置をディスプレイの横に装備。灰茶色はすべての ABC800 製品に共通の色でベージュ色の ABC80 とは異なる。写真はリンシェーピングにある IT シームの展示会でのもの。 ABC800 は80文字幅のモノクロディスプレイと40文字幅のカラーディスプレイが使用できた。後期の ABC806 はより多くのメモリと改善されたグラフィックを持っており、ABC800 には小型ディスプレイにマザーボードを内蔵したコンパクトモデルであった。ABC802 には高解像度グラフィックはなかった。補助記憶装置は2機の容量160。 320、または6 4 0イトの5.25インチフロッピーディスク装置であった。外部ハードディスクドライブは後で利用可能になった。形式名 ABC800M はモノクロディスプレイで ABC800C はカラーであった。誰が IBM PC 互換機を必要としているのだろうかという問いかけがルクソール社の宣伝文句であった。 しかしコンピュータ購入者の大多数はこれが必要であると考えていた。ABC 機関境と PC 環境の間で WABC というソフトウェアを介していくらかの互換性を取ることができた。ABC800 コンピュータはファシット社からもファシット DTC という名称で販売された。ルクソール ABC806ABC800 の性能が 同時代のパーソナルコンピュータと比較してどうであったのかを見るために1982年にスウェーデンのミクロデートルン氏が米国のキロボード氏が定義した8本の短いベーシックプログラムを使用したベンチマークテストを実施した結果として ABC800 のセミコンパイリングベーシックインタプリタは他の人気マシンで使用されているほとんどのベーシックよりも早いということが分かった 著名なコンピュータとの比較結果は以下の通りである。この表からは ABC800 が不動小数点数の計算で IBM PC の約2倍早いことがわかる。この表の結果では整数型変数を扱う場合の数値は単精度での値よりも約2から3倍低い。ありがとうございます。